平野紫仕様、ジャニーズの新たな伝統芸、おじさんの呪術つなぎが織りなすプライベートの魅力。ジャニーズの新たな伝統芸が、キング・リンチェの平野仕様によって明かされましたた。彼が、友達はおじさんばっかり、と打ち明けた発言は、笑いと感動を呼び起こし、ファンを魅了しています。 この記事では、平野のプライベートでの変わった交流と、それがジャニーズの伝統とどのようにつながっているのかを探ります。平野潮のおじさんの呪術なぎ、9月18日に放送された行列のできる相談所で、平野潮は自身の休日の過ごし方について明かしました。その中で、友達は基本的に一般人のおじさんばっかりなんで、年上の と説明し、さらに、時計好きなおじさん、バイク好きなおじさん、車好きなおじさん、いろんな多ジャンルのおじさんがいて、と続け、スタジオを笑いの渦に巻き込みました。平野は、この独自の友情の築き方を、おじさんの術つなぎ、と表現し、それが彼の人脈を広げていく原動力であることを明かしました。ジャニーズの、伝統芸、の継承。 平野のおじさんの呪術つなぎにはジャニーズの先輩たちの交流の歴史が色濃く反映されています。ジャニーズのアイドルたちはプライベートでの交流について問われる際、年上の友達が多いという共通のトーンを持ち若い女の子といっぱい遊んでます。とは言い難い状況です。 これはファンにとっては安心感となり、おじさんの呪術つなぎが一種の伝統芸として継承されていることを示唆しています。先輩たちの交流の歴史、過去のジャニーズの先輩たちもおじさんたちとの交流を率直に明かしています。例えば、スマップ非形クラスマップでの草薙号のエピソードは平野のおじさんの呪術つなぎに告示しています。 草薙は家に泊まりに来るおじさんたちについて語り、二人いると明かし、一緒にいて落ち着く空気感が楽なんだよね、とコメントしています。このような先輩たちのエピソードが平野のプライベートの風景とリンクしています。長瀬智也や元ジャニーズメンバーたちの影響を、時代の元メンバーである長瀬智也も、 ジャニーズを退場した後、インスタグラムでおじさん登場率が高くなりました。これは平野と同様におじさんたちとの交流が盛んであり、一方で女性のファンに対しても安心感を提供していると言えます。ジャニーズ出身者たちが続々とおじさんたちとの交流を明かす中、その影響力はますます拡大しています。ファンからの反応。 平野のプライベートでの友情の気づき方に対するファンの反応は非常に好意的です。彼の天然なトークと笑顔にほっこりします。あの性格だし、疲れそう。おじさんにもおばさんにも愛される人柄といったコメントが寄せられています。また、ジャニーズの伝統芸が継承されているとの指摘もあり、平野のプライベートがファンにとってのお手本となっていることが伺えます。 平野紫仕様のおじさんの呪術つなぎはジャニーズの新たな伝統芸として注目されています。彼の率直なトークと笑顔は老若男女を問わずに広く愛されており、そのプライベートの魅力はファンにとっての心地よい安心感となっています。これからも彼のプライベートの一端が明かされることでしょう。 ジャニーズのアイドルたちのプライベートはファンにとって永遠の興味の対象であり、平野市要が切り開く新たな伝統芸はその歴史に新たな1ページを加えています。